池田夢灯花、今年もこうして盛大に開催をいただきますことを、まず心からお礼を申し上げたいと思います。世界中の子どもたちが安全で安心して生きていくことができるように、小さなこの場所からでもサポートをしたい。笑顔いっぱい、優しさいっぱい、安全いっぱい、そんな街でありますように、これからも皆様方のご理解とご支援と、そしてお力添えをお願い申し上げてご挨拶といたします。プレゼントのある子どもたちにお出しをする、そうした子どもたちの心に触れる毎年の恒例の行事でもあります。これから平和と安全のためのろうそくの点火式を行います。子どもたちが事件事故に巻き込まれることのないように、私どもも国においてもしっかりとサポートしていかなければならないと思っております。子どもたちへのメッセージとして、一番大切なことは、あなたは一人じゃないんだよということをしっかりと地域が発信していくことというのは本当に大事なことだなというふうに思っております。そういう意味においても、こういったイベントをしていただくこと、大変ありがたい機会だと思っております。皆さんこんにちは。特定非営利活動法人北摂子ども文化協会の理事長、川野舞子です。事務局長代理の牛島俊彦です。子どもたちの平和と安全を願い、みんなの夢が叶うように心を込めてキャンドルに明かりを灯します。この前にあるキャンドルは、当日イベントの中で灯すキャンドルです。近隣の子どもたちや近隣の小学校で授業の一環として取り組んでいただけたキャンドル作りの中で作っていただいたキャンドルを、当日みんなの願いを込めて夢を乗せて灯したいと思っています。ぜひ来てください。子どもたちが犠牲になる事件が後を絶たない中、不審者対策、防犯対策がどんどん進んでいます。人は信じられない、そういうメッセージを受けて育った子どもたちはどんな大人になっていくでしょう。そしてどんな社会を作るでしょう。私たちは少し心配になりました。人は信じられるもの、私たちの町は安心安全、そういう思いと、そういう町づくりをすることができる、そんな大人に育ってほしいと思っています。そこで取り組み始めたのがこの池田夢灯花です。1000個のキャンドルを、このキャンドルですけども、子どもと大人が一緒に手作りし、水月グランドに並べ、そして明かりを灯す、命の大切さに共に思いを馳せる、そんなイベントです。このキャンドルの手作りや準備作業を通じて、地域の大人と子どもが出会い知り合いになる。そうするとイベントが終わった後には、このイベントで出会い知り合いになった大人と子どもが街で会った時に、あ、夢灯花の誰々さんこんにちは、誰々ちゃんこんにちはと言い合えるような、そんな中になっていることを目指しています。ずっと続いているこの池田夢灯花、これからもずっとずっと続けていきたいと思っています。
皆さんどうぞ池田夢灯火見に来てください。明かりを灯しに来てください。そしてこれからも続いていきますよう、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。子どもは社会の宝。